おやすこんにちは、メルです。今回はオーディンドラゴン降臨でちょっと遊んでみようかなと思います。で、まあワンチャン攻略ノーコンもできます。まあワンチャンっていうか結構ね、意外といけるんですよね。まあしても1コンかなっていうところで、ボルケノドラゴンが一番強いという結論に至りました。はい、ということでやっていきましょう。リーチェですね、正月のリーチェなんですけども、バレンタインアキネでもまあ代用はできるんじゃないかなと思います。アキネの方がいいんかな。アキネにしよっかな。まあいいや、リーチェでいきます。色目は別に関係ないので、とりあえず3ターン以上継続するダメージ吸収属性吸収無効が欲しい。で、釘崎ちゃんですね、これはまあ実際にダンジョンで見せます。で、カーリーはまあ欠損要因とスキブ要因とお邪魔目覚め耐性って感じです。ボルケノドラゴン軍攻撃3突に神キラバインド必須です。いきましょう。これでぶち抜きますよ。2色欠損はまずいかな、さすがに。2色欠損されるとちょっと盤面にどうしても左右はされますね。カーリー打ちましょう。で、これね、一応キー4つ消ししなくても抜けるように声キラーを振っておりますので、ちょっと待ってよ、これ光どうやったらいい、こうか。で、スキルチャージを最初の方ちゃんと発動しないとリーチがたまんないっす。はい、ちょうどよくリーチがたまんないっすね。はい、ここはぶち抜きます。攻撃タイプのみなので。次メロドラ、メロドラに関してはドラゴンタイプのみで、ここでちゃんとリーチのスキルチャージを発動すれば、ドルガー階層で必ず溜まるようにはしてあります。ただ水がないですと。とりあえずここに関してはまあ抜けそうなら抜くでいいんだけど、ちょっとまあ抜かない方針でもいこうかなって感じ。わあ、水降ってきたね、しっかり。ただキー4つ消しにしてないからどうかなっていうとこ。完璧なミリ残しした。ちょ、火ないんだけど、ボルケノ打つわ。もう、あー、待って、痛なかった。待ってよ、あいつもう気吸収してないやん。あいつもう気吸収してなかったよ。まあいいや。これ、ボルケノ打ったらね、火力やばいっす。うん、21億。やばい。マジ、42億出ますし、これ。で、3階層ですね。3階層で、お市が操作時間短縮やってくるんですよ。これがちょっと厄介ね。なので、釘先で取り戻します。オーディンが操作時間延長確かに持ってはいるんですけど、ここでオーディンを撃っちゃうと、ボス階層でオーディンを撃ち返すことができなくなっちゃうので、ちょっとそれはね、痛い。うん、痛手です。なので、ここでね、オーディンは撃たない方が、まあ、スムーズに攻略はできるね。どっかで耐久とかそういうのはしなくていい。マジ、釘先ムーブ、ここめっちゃ強いから。で、釘先ムーブするじゃないですか。そうすると、次の階層ね、ドゥルガーが出るんですけど、根性持ちの、まあ、ダメージ吸収無効というところで、お邪魔目覚めね、対策してください。で、ここでリーチ打ちます。で、この動きが強いっすよね。まあ、こんだけ盤面釘があれば、自然と消せるかなって思いますけど、釘はね、必ず消していきましょう。OK ですかね。これで抜いていきますと。余裕でワンパンです。14億出てるもん、ボルケーノ。で、釘で倒すと。めっちゃ良くない？このムーブマジで、我ながら神。はい。で、5階層ですね。アリオノット、来ます。超根性持ちなので、ね、2回分の属性吸収が欲しいかなっていうところなので、ここはとりあえず、火は必ず決める。で、まあ、他いらない色もな、もろもろ決めて、カーリーちゃんは、あと1ね。OK。次の盤面も良きですね。普通に火力足ります。ボルケーノは、あと2。ボルケーノはね、ボス階層の最後の根性からの後で削ります。ここでね、バインドどうしても来るんで、ボルケーノはバインド必須です。で、こいつバカですね。水属性にしておけばいいものを、なんか、火に変わります。アホですね。はい、ということで、じゃあここも普通にワンパンで、ツーパンか、飛ばしていきましょう。属性吸収は継続できているので、問題なく飛ばしていきます。OK ですね。で、ボスの演出がマジでかっこいい、今回。かっこよすぎる。そう。運営、そういうことをコラボにやってくれっていう感じ。で、今回消せない状態と、バインドと、先制攻撃と、うんぬんかんぬん来るので、オーディン必ずここで打たされちゃいます。なので、オーディンは絶対ここで打ちましょう。で、今回はこのまま決めていきましょう。闇4つ、光4つ、火もあるので火決めて、で、引きはね、必ず4つ消しですね。で、この次の根性行った後、盾がね、90%だったかな ?95 だったかな ?95 だったか
1回目どうしてもワンパンぶち抜けないので、ここガイアドラゴンで耐えます。でその次ボルケーノでエンハンスってとどめっていう感じですね。ここガイアで一旦ここは受け切らないといけないので、まあしっかり回復だけしましょうっていう感じですね。どうあがいても倒せないんで、まあ火はでも残しとってもいいけど、次カーリー打てるから問題ないか。ちょっとは削れますよ。でバクということで、ルーレットからの盾がね柔らかくなって、でちょっと殴ってきます。でここで釘先はまあ打たなくていいか。ボルケーノ打ちます。でカーリーはまあ一応取っか。であとは操作時間内でちゃんとね疲労を決めてあげれば問題ないと思うので、これ、ね、ルーレット早いんでちょっとお年寄りに優しくないパーズトラになりますけど、ちょっと集中しますよ。こんなもんでいいかな。火、水、木、光、闇回復 OK だと思います。はい、これでボルケーノが自身のエンハンスでぶち抜いていくと。はい、これなかなかいいと思うので、まあなんか組める方、ね、ワンチャンねちょっと盤面によっては負けちゃうんですけど、まあコンティニューしてもいいのかなとも思うので、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。